2014年アークラリー、エストニアラリーエストニアは、エストニアで開催される、ラリーイベント。2014年から2016年にかけては、ヨーロッパラリー選手権2020年は、世界ラリー選手権の一戦として開催された。北欧の小国エストニアでは、ラリー人気が高く、元 WRC ドライバーのウルモ・アーバラが、共同運営者となり、2010年に、 初めて国名を冠したラリーエストニアを開催した。WRC 通算5勝の実績を持つマルコ・マルティンが初代ウィナーとなった。エストニアラリー選手権の一戦としてスタートし、2014年から2016年までの3年間は国際格式のアークのカレンダーに加わった。2014年はアークラリーオブザイヤーに選ばれた。2017年の休止を経て、 2018年にシェルヒリックスをメインスポンサーとして再開し、WRC に参戦する3マニュファクチャラーからワークス WR カーとドライバーが参戦した。エストニア出身のオイット・タナックが WRC のチャンピオン候補に成長したことも追い風となり、WRC 誘致活動が本格化する。2019年はエストニア政府の公的支援を受け、 WRC の公式プロモーションイベントに認定され、WRC に参戦する全4マニュファクチャラーが出場した。2020年は主催者とエストニアオートスポーツ連盟のいざこざから中止が発表され、WRC 誘致が遠のいたように見えたが、新型コロナウイルス感染症の世界的流行により、ヨーロッパ圏外の WRC イベントが相次いで中止となり、 国際自動車連盟が選手権カレンダーを再編した結果、一転してラリーエストニアの WRC 初開催が実現する運びとなった。この一戦は3月のラリーメキシコから半年間中断してきた WRC シーズンの再開イベントとなりコロナ感染対策のテストケースとして注目された。運営側は走行距離、日程の短縮、 ラリー関係者の接触回避、観客コントロールなどの感染予防策を準備した上でチケット1万6000枚を販売し、有観客イベントとして無事開催にこぎつけた。タナックは勝たねばならなかったという使命感を3年連続優勝という形で実現した。トヨタアリス WRC をドライブするタナック国内第2の都市タルトゥを中心に、 エストニア南東部の一帯で行われる。例年7月に行われるが、WRC 初開催の2020年は変則スケジュールのため9月に開催された。バルト海を挟んで距離の近いラリーフィンランドと環境が似ており、アベレージスピードが高い高速グラベルコースである。このため、例年8月に行われる、ラリーフィンランドに向けドライビング感覚を鳴らし、 車両セッティングを煮詰める前哨戦という名目で WRC チームがスポット参戦を行ってきた。ただし、フィンランドよりも路面にジャルが多く地盤が柔らかいため滑りやすい。フィンランドのアクセル踏みっぱなしで飛ぶジャンピングスポットと違い、ジャンプの種類に合わせたスピードの調整が重要になる。二0十九年には M スポーツのエルフィン・エヴンスがジャンプの着地の衝撃で、 背中を負傷し、WRC のフィンランドドイツトルコの参戦を欠場した。ありがとうございます。